漁業調整委員会は、漁業に関する事項の処理にあたる、行政委員会である。国や都道府県が置く。漁業調整委員会には、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会の3種類がある。このうち海区漁業調整委員会については、内水面漁場管理委員会とともに、漁業法その他の漁業関連法の定めるところにより、 漁業調整のために必要な指示その他の事務を行う。漁業調整委員会は、漁業法一条に言う、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業、調整機構のことであり、漁業法の目的は、この漁業調整委員会の運用によって、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、合わせて民主化を図ることと規定している。こうした漁業調整委員会の運用は、 一連の戦後、改革における漁業の民主化として導入されたものであり、戦後の漁業制度の大きな特徴となっている。漁業調整委員会は、都道府県知事への諮問機関、県議機関として機能するとともに、委員会自らが各種の裁定、指示、認定を行う決定機関として、以下のような漁業に関する広範で強力な権限、機能を与えられている。諮問事項。 都道府県知事が漁業調整委員会に諮問する事項として漁場計画の作成、漁業権の免許、その他漁業権に関する一切の行政庁の処分については必ず漁業調整委員会の意見を聞いてから行われなければならない。県議事項、漁業調整委員会が都道府県知事に県議する事項として漁場計画の樹立、免許後の漁業権に制限、条件をつけること、 委員会の指示に従わない者に対して知事が命令を出すことなどがある。漁業調整委員会が積極的に都道府県知事がなすべき旨を兼議するものである。決定事項、漁業調整委員会自らが決定できる事項として、入漁権をめぐる紛争で当事者同士の協議がまとまらない場合などの裁定、漁業者に対する水産動植物の採捕の制限、禁止などの指示、 漁業権の適格性の事項に関する認定が法定されている。これ以外にも漁業調整委員会は必要があると認められるときは漁業者、漁業従事者その他関係者に対しその出頭を求めもしくは必要な報告を記し、または委員もしくは委員会の事務に従事するものをして、漁場、船舶、事業場もしくは事務所について所要の調査をさせることができる。 海区は農林水産大臣が告示する海面上の区割りのことである。全国に66海区ある。各県に1海区が基本であるが、特殊な立地条件にある水面については特別な海区指定がなされており、北海道20海区、長崎県に4海区、福岡県、鹿児島県に3海区、青森県、茨城県、東京都、新潟県、兵庫県、島根県、 山口県、佐賀県、熊本県に2回区、その他の府県にそれぞれ1回区ある。また、66回区のうち漁業者数が少ない回区の場合は、下記の回区漁業調整委員会の員数を少なくしている。このような特殊回区は以下の通り。霞ヶ浦北浦、東京都内湾、小笠原、佐渡、大阪、田島、琵琶湖、沖、福岡県部前、 筑前、福岡県有明、佐賀県有明、後藤、津島、熊本県有明、熊毛、甘美大島。以上、合計17海区。海区漁業調整委員会は15人の海区委員で構成される。その内訳は9人の構成委員と6人の知事、千人委員となっている。この中から5選によって会長を選ぶ。海区委員の任期は4年である。また、 都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。公選委員の選挙は、漁業法第86条、第87条に定める、選挙権及び非選挙権を有する者によって行われる。要件は、以下の通り十八歳以上の者漁業者、または漁業従事者であることその回区に沿う。 市町村に住所、または事業所を有すること1年に90日以上漁船を使用する漁業を営み、またはこれに従事していること選挙は公職選挙法が一部準用されるが、同法9条10条1項は準用されず、国籍条項は存在しない。有権者の申請により選挙管理委員会が選挙人名簿を作成する。知事選任委員6人は、 都道府県知事が4人の学識経験委員と2人の公益代表委員を選任する。学識経験委員は水産の学識を有し、その科学性を反映できる人物であることが期待される。また、公益代表委員とは漁業とそれ以外の一般公益の調整を図り得る人物を選任することが期待される。なお、漁業者数が 少ない小規模な特殊海区については、海区委員10人で、その内訳は、公選委員6人、知事選任委員4人となっている。連合海区漁業調整委員会は、特定の目的のために、2つ以上の海区にわたる問題を処理するために、必要に応じて設置される。設置された海区を管轄する、都道府県知事の監督に属する。1つの海区単独で処理できない。 処理してはならない事項について複数の海区漁業調整委員会が共同して処理に当たるものである。連合海区漁業調整委員会の設置は以下の3つの場合がある。知事による設置海区漁業調整委員会による設置国の勧告によって知事が行う設置。この委員会の定数は設置したものが定める。ただし、海区間の公平が保たれるよう、例えば、 二つの海区からなる連合海区漁業調整委員会の定数を10人とした場合、二海区からそれぞれ5人の委員を選出する。この海区代表委員のほかに知事が選任する学識経験委員を置くことができる。広域漁業調整委員会は都道府県の区域を超えた広域的な問題を処理するために全国を太平洋、日本海、九州にし、 瀬戸内海の3ブロックに分けて設置される。農林水産大臣の監督に属する。水産庁の特別の機関である。3つの広域漁業調整委員会はそれぞれ関係会区より各都道府県ごとに1名ずつ5000で選出される委員と農林水産大臣が選任する学識経験委員から構成される。また、太平洋広域漁業調整委員会と日本海。 九州西広域漁業調整委員会はそれに加えて、海区の単位を超えて漁業を行う者を関係漁業者代表として農林水産大臣が選任する。以下、各広域漁業調整委員会の構成は以下の通り。太平洋広域漁業調整委員会、関係海区、都道府県の5000委員18人、関係漁業者代表委員7人。 学識経験委員3人。日本海、九州西広域漁業調整委員会、関係海区、道府県の5000委員19人、関係漁業者代表委員7人、学識経験委員3人。瀬戸内海広域漁業調整委員会、関係海区、府県の5000委員11人、学識経験委員3人。ありがとうございます。